ッシャーがえー、第43回、えー、ゼニラジオということでね、えー、今日ゼニラジオ、夢についてです。受験生がね、ちょうどまた将来の夢とかね、どういう進路につくかということでまあ悩んでるのとこう、実際に社会人に出る塾生たちが多いからね、まあ、そういうことも含めて、えー、お金を稼ぐには、みたいな、それに向けていかにしてお金って稼げるのか、たまっていくのかっていうのを今日はね、あの。 まあ、デニラジオにししてみましたで、これはね、あの実際の,あの高校生、中学生たちは自分の将来を決める上での、まあ、やり方としてで、社会人の人たちは、まあ、あのもう今更変わらんかもしれんけど、それを参考にしたり、場合によってはその転職の,あの、まあ、一,一アイデアとして、まあ、聞いといてくれっていうところやな。で、最初の時にね、そのお金についてどうやってお金ってたまるのかっていう仕組みの話をして、 で、そっから、まあ、あの、夢の、後半は夢の話とか、まあ、あとは玉先生の話とかを、ええー、やっていくんで。だから、あの、まあ、そういう風な流れでね、前半後半で、えー、分けて考えて,てみ、みてください。で、えー、っとね、お金って、あの、よく言う、いやーでもこれどうなんだろう、中高生は聞いたことあるのかな大人になったらでめっちゃ聞くんだよね。あの、お金は使って経済を回すんだ、みたいな。よく言われる。 だから、その、なんか、ちょっと高いもん食うときもさ、いや、こんな高いのいいんすかとかで、俺を奢ってもらうときとかさ、こんな高いのいいんすかねとって言って、お金は使ってね、経済回さないとねみたいな。こんなことよく言われるんだよ。そう大人になってからよく聞くんだけど、もしかすると中高生は聞かないかもしれない。経済を回すってどういうことなんだみたいな。っていうことね、うん。で、お金が貯まるとかね、お金が貯まらないとかっていう、その違いどこに差があるのか。ね。で、みんなはね、あの、多分なんだけど、どんなことを思うのかっていうと、その、お金が貯まるっていうのは給料が高いだと思うんだよ。 もうぶっちゃけ。うん。てか、普通の人たちもそう思ってんじゃないかな。玉先生はね、あのー、一応、会社の社長をしてるんでね、経済の勉強も、でそもそも学校の先生の時かは結構そういう経済の勉強をよくやってました。ね、で、えー、ウェブ玉理論的な、ね、玉先生の理論が大体作り上がっていくわけなんだけど、うん。で、今ではね、だからもうほとんどその経済の勉強、あんまり実を言うとしてません。うん。 で、ウェブ玉理論みたいなのが仕上がって、あとはその、それを使って自分の会社で試す。今だと、えっ、ー、と、ウェブ玉塾、ウェブ玉予備校、玉ェこの3つで。で、まあ大体そのウェブ玉塾と、玉笠が、まあ、業種がね、全く異業種ちゃ異業種だから、まあ大体この2つ押さえてればね、なんとなくその自分の理論が正しいかどうか、間違ってるかどうかっていうのが、まあ見えてくる。で、実際、あの、そんな間違ってなさそうだっていう感じになってますね。うん まあ、もし色々相談があったらね、えっ、ー、と、聞いてみてください。玉先生の場合はね、ウェブ玉理論っていうだけあって、実際の会社経営とかノウハウとはだいぶ違うかもしれない。うん。し、わざとやっぱ違うっていいなと思ってるんだよ。うん。そうするとさ、一般的な会社経営のいかにしっかりと稼ぐかっていう、その普通の一般的な会社の理論を合わせつつ、それとは全く違う視点のね、俺の、あの、理論をやれば、 俺が最初からさ、そういうこう、一般的な、あのー、社会理論めっちゃ勉強しまくったら、しまくって一般的な理論を抑えてしまってたら、その、何にも増えないわけさ。でも玉先生は、独自の研究、まあ、ある程度自分の理論が出来上がったら、あとはそれを自分の会社で試しまくってて、その理論をその、コツコツ使ってる感じになるから。だからその、2種類の理論を手に入れるわけ。一般的な経済の理論と、ウェブ玉理論と。だからそのやっぱ2つの理論があったら強いでしょ。うん。っていうことね。結構独特よ。 でも、まあ基本的にね、ざっくりした流れは一緒。だから、例えば、その仕事で言えば、どうやったらお金が貯まるんですかどうやったらお金持ちになるんですか給料の高い仕事についてね。で、どうやったら会社って、えー、と大成功するんですかいっぱいお金儲けてね。一緒でしょ。ね。一緒。基本的にはこれです。でもね、でも、その、本当にね、その、お金を稼ぐこと、貯まる、ためることとかね、えっ、ー、と、 そういうのも、やっぱよく考えてほしい。っていうことで、後半夢についてとか、あの、果たしてそれが正しいのかどうかっていうのは話していく。として、まずお金を貯めるという、もう単純な、これだけね、お金の量が増える。自分のところにあるお金の量が増えることに対して、話をしていくよ。まず。で、お金はよく、経済でいう血液だって言われてる。血液がぐる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 回る。うん。で、そういうものだと、いうふうに言われてるんだよね。で、っていうのが、あの、お金の量って変わらないんだよ。わかる 日本,日本銀行券って言って、まあ、日本銀行が印刷してお金って作るけどそこでえっと大量に印刷しない限りお金の量って増えないのでほとんど増えてないのお金って日本銀行がいっぱいするわけじゃないからほとんど増えません汚れたお金とか古くなったお金とかくしゃくしゃになったやつとか破れたやつが交換するだけでお金は増えません全体的に基本的にはねまあ実際はちょびっとずつ増やしてるんだけど、まあ、それはもうその本当に経済の勉強をモリモリゴリゴリするという人たちだけやっていけばいいけど基本的にはだけど増えないと思っててうん でね、そういう中で、その、なんていうか、えってお金の量が増えてないんだったら、なんでそのバブルの時があって、お金がいっぱいある時があって、で、今不景気で仕事ないお金ないってみんな言ってんのとか、アベノミクスでお金増えたんじゃないのとか、ってなるでしょ。で、ねね、これが何なのかっていうと、え、好景気の時っていうのは、えー、そのお金の周りがめちゃくちゃ早いの。どんどん稼ぎまくる。どんどん稼ぎまくるけど、どんどん使っちゃう。これが好景気。だから、血液の回転がぐる,ぐるぐるぐるめちゃくちゃ早い。だから、 えっと、例えば、あのー、なんていうかな。そのお金が、その、十周回り、毎回毎回1万円流れてくる。とる、そして10周回ると、10万円自分の手元には残るわけさ。でも血液だから流れていくから、10万円自分の元に入っていくけど、基本的には10万円出ていくわけよ。わかる ?10 周するとね。うん。で、不景気とかになると、それが3周ぐらい。で、血液の流れがゆっくりになっちゃう。ゆっくりになっちゃうから、 これが経済が回ってないとかって大人が言うやつね。お金あんまり使わないってやつね。だから、お金あんまり使わないから、お金もあんまり入ってきませんよっていうやつ。で、3週ぐらいしかしないから、毎回1万円入ってく。で、10週で10万円入ってきた後継気の時と違って、3回、3週しかしないから3万円しか入りませんよっていう。だから、不景気。うん。ね、わかる。これが、同じ血液の量。だから流しそうめんと思ってて。流しそうめんのぐるぐるぐる、あの、なんだっけ、ちっちゃい家庭用テーブルで目の前ぐるぐるぐる,ぐる回ってる、あの、流しそうめんとかと一緒。うん。 回転寿司とかと一緒。うん。まあでも回転寿司はね、レールの,の流れのスピードが変わることないからね。あれなんだけど。うん。ゆっくり回ってるんだよね。川だと思ってて。目の前をゆっくり流れてる。だから入ってくる量は少ないし、出ていく量も少ない。ていうか出ていく量を少なくするしかないわけ。お金ないから。だから、使わんぞ、使わんぞってするわけ。使わないように、使わないようにって。すると、もちろん、その、みんなが使わなくなるんだから入ってくる量も減る。これはどんどんどんね、不景気ってやつです。でもこれがね、 あんまり良くないんだよ。で、どん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 入ってくるのが好景気ね。うん、で、お金が貯まるとかお金持ちになるっていうのはどういうことかっていうと、みんなね、あの、一生懸命商売してるわけ。で、えっと、大体の人たちって自分に10万入ってきたら10万使って出していくわけよ。ポイポイポイって。ね。10万使って10万出す。だからそれがみんながやるから、 結局その自分,自分のお金のには残らないけど、例えば10万もらいつつ10万出してたら、そうやってどん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 お金が回るから、経済が回っていくよねってなるわけ。で、金持ちの人たちとかいろんな人たちが経済回そう、経済回そう、好景気にしよう、好景気にしようって言ってるわけ。なんでか。ね。好景気って、好景気、不景気って言うとさ、好景気がすごく良くて不景気が悪いっていうイメージになるじゃん。でもこれね、全然違うの。種類が違うっていうだけで、あのー、全然意味は違うのね。その、好景気がいいってわけじゃない。不景気が悪いってわけじゃない。不景気はとってもいいんだよ。 好景気が最高にいいわけじゃない。好景気にも悪い部分いっぱいあるんだよ。でもなんでみんな好景気に従うのかっていうと、俺は金持ちがもっと金持ちになりたいからだと思ってる。金持ちはね、どういうことをするかっていうと、わかる。みんな、血液ってどこにも、体中をずっとぐる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 回るだけでしょ。だから、例えば腕のところに血が来た時に、10リットル腕に血が流れたら10リットル腕から出ていくんだよ。そういうもの。うん。だけど、ぎゅーってね、その、血が流れないように止めておくと、 とかもしくは血栓っていうのができる。血の塊。そこに血が留まっちゃうやつね。うん。いう風なものを作ると、そこに、えー、と血栓という血の塊ができていくんだけど、これが金持ちの仕組みなんだよ。わかる ?10 万来て10万流してたら、10リットル血が来て10リットル流してたら、そこに一切お金あの血ってたまらないでしょ。お金もずっとたまらないんだよ。お金持ちの人たちってどういう風にするかっていうと、10万来た時に9万だけ流すんだよ。すると1万が残るでしょ。わかるだから例えば1万円が来た時1000円だけ残すんだよ。 そして9000円流す。1万円来た時に。だから、例えば不景気の時って3万円流れてくるって言ったでしょ。3万円流れてきた時は3000円自分のもとにの残しつつ2万7000円使うんだ。そういう人が後景気の10万円来る状態だったらどうなるかっていうと、10万円だと1万円に対して1000円抜くから、10万円だと1万円抜けるわけ。わかるその人にとって後景気の方が3000円よりも1万円抜けるから、 嬉しいんだよ。その分お金が貯まるの。その分お金持ちになるってこと。分かる金持ちになるっていうのは入ってくる量を出ていく量よりも増やすっていうこと。人には使わせて自分は使わないっていうこと。これが金持ちになるっていうことなんだよ。お金を貯めるっていうこと。わかるだからみんなにどんどん使わせて使わせて使わせて自分だけは使わないようにこっそり貯める。これが金持ちになる秘訣。だから好景気にしたいの。じゃんじゃん回したいの。じゃんじゃん回して。 1>, 1割だけ抜くにすると同じ、同じ状態だったとしても3万円からの3000円と10万円からの1万円。全然違うでしょ。お金を貯めるってそういうことよ。だから、例えば、その優しいやつらのところにはとか、お金を貯めようという意識がない人たちにとっては、お金は絶対たまらないの。わかる体って普通、血栓って血の塊なんかできないでしょ。よほどのことがない限り、飛行機に乗ってエコノミー症候群にでもならない限り、血栓ってなかなかできない。 それと一緒。何かがないと血が溜まらないのと一緒で。そこに意志があるからこそ、お金って溜まるんだよ。玉壁とかすると、もう、なおのことそうなる。わかる玉壁ではね、滑らかプリンむちゃくちゃ人気なんだよ。もう今んところ4日連続で、えっと、その日に作ってその日に売り切れてて、ちょっと、まあ、その春休みでね、あの子供たちも多いから、基本的にもうその日の分が売り切れちゃう。だから今、えっと、作った量を倍にしてる。うん。それでももう、ちょっとでに予約が入ってるんだよね。 で、例えばね、それを500円分の材料で作ったとしたときに、えー、子供たちには俺はほ,ほぼ500円ぐらいで売ってるわけ。利益が出ないわけ。まあでも別にいいじゃんと思ってるんだけど。別にそう目的なんかどうでもいいんだからそこ。でもね、いや、そんだけ人気なんだから500円の材料費で、500円だとだいたい1500円ぐらいで売るのが定番。普通のお店は500円の材料費だと1500円で売る。けど、2000円とか3000円で売ろうってするわけ。わかる。普通は、その人件費、えー、とか、家賃とか。 もろもろ。作る手待ちんとか、いろんなことを考えると大体3倍。だから500円のものって1500円で売って、やっと儲けが出ないわけ。儲けが出ないっていうか、トントンになるわけね。うん。雰囲気はそんなもんだと思っておいて。それを、だから基本みんなは500円のものは1500円で売ろうって思うわけ。でもそれを2000円とか3000円で売るぞって意識を持つんだよ。そうすると1500円でいいのに3000円で売るから1500円儲ける。1500円でいいのに2000円でから500円儲ける。その意思。どれだけ儲けようとするかっていう意思ね。それによって決戦ができる。つまりお金が溜まるっていうこと。だから、 一生懸命働いてるからお金が入ると思ったらいかん。自分で、あえて、お金を人から、たくさんいただこう。出ていくよりも、たくさんもらおう。という意志が必要なお金持ちになるには。だその意志を持ってほしい。お金が欲しい場合はね。わかるだからこれから金持ちになりたいっていう人たちは、しっかりと稼ぐ。だから、例えば、熊本とかだと、普通に生活するのに10万円ぐらいでいいわけ。だから、 10万円ぐらいだから、ま、12万から、ま、できれば15万ぐらい給料もらえるような仕事に就くと、にっこりするわけさ。実家暮らしならなおいいわけよ。うん。でも、ま、仮に一人暮らしするとして、12万から15万ぐらいの仕事に就けばいいわけ。でも、そこで意志を持ってほしい。金持ちになりたいんだったら、20万とか30万の給料を稼ぐようにするっていうこと。わかるだから、そういう仕事を探すとか、もしくはそういう仕事がないんだったら、あのー、こういうやつもいるんだよね。その、資格を取って、昼間しか働かなくていいような仕事に就く。 そして夜別のバイトをして稼ぐとかね。意思を持つわけよ。わかる5 10万ので暮らせるぐらいの熊本だったら、15万。20万で暮らせる都会とかだったら25万ぐらい取りたい。ところを30とか40とか取るようにするわけ。そうすることでお金が貯まる。わかるだから、まずどれくらい出るかな、どれくらいかかるかなっていうところから、それ以上にどこまでを収入を増やせるかで。そういう仕事がないっていうんだったら自分で会社を起こせばいいんだよ。リスクも出る,出るけどね。うん。わかるだからそうやって意思を持ってお金を貯めるようにしてみてください。 ということですそういう仕事を作るか、えっ、ー、と、自分で作るか、えー、もしくはそういう仕事に就くか、そういう仕事がない場合は、そういう、その、だから、一個種,種の仕事を持ちつつ、夜に別の仕事をするとか、夜の仕事が種で、昼間とかに別の仕事をするとかね。別のバイトをするとか。っていうのがあるわけ。まあいいかな。こんなところで。ただ、こっからは、またその、夢の話をしていくわ。で、えっ、ー、とね、 ただ、それが一般的で、えっ、ー、と、平平凡凡な考え方よ。金持ちになるにはどうしたらいいのか。たくさん入れましょうね。出ていくよりもたくさん入れてね。それには意思が必要なんだよって。だから、一生懸命働いたから金持ちになるとか、真面目に頑張ったから金持ちになるってことはないですよってことさ。それはなんでかって言うと、みんな自分で金持ちになりたいと思うから、あのー、ぼーっとして、そいつに金が行くようにはしないんだよ。わかる例えば、そいつが、あのー、 20万あればいいなーって思ってるやつに対して、わざわざ25万払おうかとか、30万払おうかって絶対相手は言ってこないの。みんなお金が欲しいから、わざわざ、わかる。20万でいいっていうやつに対して、25万、30万払うっていないんだよ。だから、ちゃんとそいつが、いや、僕は25万じゃないと嫌です。30万払わないとやりませんっていうやつじゃないと、そいつは25万とか30万いかないわけ。意思を持ってきちんとやることね。自分の出ていくものよりもしっかりと値段を上げていく。これが必要だ。だからそういうためには、あ、本当は500円だから、1500円でいいんだけど、2000円取っちゃおうとか、3000取っちゃおうって。 相手が苦しんでもいいやっていう気持ちがいるわけ。相手にね、いや、20万でいい給料を25万、30万って言おうって、その意思がないと。嫌だったらもう辞めるしとか、嫌だったら受けませんよって言うくらいの、だからそれ言うとさ、結構苦しいじゃん。言うのって結構勇気いると思うよ。相手で絶対嫌がるもん。でも嫌がる相手でも平気で言える人間じゃないと、その意思がないとお金って貯まりませんよっていうことね。だからお金貯めたい人はそういう思いを持っててね。ただ、はい、ここからは夢の話です。金持ちになるのに、 その、金持ちになることって素晴らしいことってわけでもないからね。さっきの好景気、不景気と一緒さ。好景気って、みんな金持ちになってすごくいいじゃんと思うかもしれないけど、出ていく分も多いんだよ。これなん、つまりどういうことかっていうと、好景気は忙しいの。わかるお金はいっぱい入るよ。でもね、時間ないんだよ。商品めちゃくちゃ売れるから、みんな買いまくるから、むちゃくちゃ売れるから、から仕事しまくるわけみんな。で、忙しいんだよ。金あるけど使う暇ない。どうでもいいのに使っちゃう。わかるで、不景気っていうのはお金はないよ。お金ないけど、時間があるの。 わかる。だから、逆に、今、不景気、不景気って言うけど、逆に言うとみんな時間が比較的お多くありやすいから、生まれやすいから、だから逆にお金あんまり使わないような、のんびりした仕事の仕方、のんびりした働き方、お金使わずに楽しめる趣味、そういうものをいっぱいいっぱい増やしていったらいいよっていう話だ。ただ、まあ、全体的に不景気って仕事の量が減るんだよね。仕事の量が減った時に一人一人の仕事の量を減らしましょうじゃなくて、雇う人数を減らしましょうっていう、日本の 全体的な企業はね、そういう方向に走ってるから、みんなの仕事量を減らすよりも、使えなさそうなやつを切った方がいいやになるわけ。優秀なやつに今までと同じように働かせようの方がやっぱいいじゃん。全体的な仕事量を減らすよりもね。会社としては。だからまあ基本的には、まあ言うほど時間が増えてない感覚としてはあるかもしれないけど、ただ少なくとも好景気の時よりも残業は減ってるはずだよ。仕事の量が減ってるんだから。で、バイトが増えてる。で、不景気って時間が、お金がない分時間はある。だからその時間をうまく使ってみてねっていうこと。人生楽しむには、 お金がないといかんって言うけど、生きていくにはお金がないといかんって言うけど、そんなことないから。これからね、みんなに対して夢を考える上でよく考えておいてほしいのは、みんなはね、お金の量が多いことが素晴らしい、お金の量が多いことが金持ちだ、幸せだ、と思っている。でもそれは全然違う。全く違う。はっきり言って、もう何にも違ってる。けど、そう思ってる人たちが多いから、よかったら今回の話で改めて考えてほしいし、気づいてほしい。わかる俺の友達もみんなそう。 やっぱ都会に行くんだよ。よ都会の方が給料が10万円円まではいかないけど、やっぱ少なくとも5万は違う。5万円は給料高いんだよ。でも仮にもう今回わかりやすく10万円高いとしよう。10万円家賃が高い。そんな友達が東京に行きました。でもね、給料がまず高いんだけど、家賃も高いんだよ。だいたいね、5万円以上高い。熊本とかね、2万円で借りれる家賃のところあるわけ。少なくともね、群馬、山形、 三重熊本には2万円で借りりれる物件がありました東京は最低6万円。基本7から8だよ。狭い家で、そのワンルームとかで7万とか8万あるからね。うん。しかもそれは、その安くてそれ。で、安いところって駅から遠いのよ。駅から遠くて職場からも遠いのよ。離れてるから。ってことは駅から遠くて職場からも離れてるから、 必ず職場行くときに、あの、めちゃくちゃ歩かなきゃいけないし、満員電車に揺られないといけないわけ。ものすごく。だから、まあ、仮に例えば歩いて、電車に乗って1時間かけて通勤したとしよう。すると、往復で2時間。田舎だったら、それこそその、実家から通えたらね、家賃がまずいらないから、家賃分浮くでしょ。まあ、会社から家賃手当が出るところもあるけどね。まず家賃が浮く。で、家族が、えっと、料理とか作ってくれる。水事選択やってくれる。一人暮らしだとやってくれない。 その分自分で働かなきゃいけない。これが、水字選択がだいたい1日2時間。で、えっ、ー、と、さっきも言った通り、ちょっと安いところに、えっ、ー、と、借りようって言って、まあ、5万ぐらい高い、7万円だったとして、5万円高いわけ、家賃が。5万円分余計かかった上に、通勤・通学でプラス、えっ、ー、と、1時間ぐらい。しかも、満員電車にぎゅうぎゅうにした状態を毎日2時間食らう。そして、水字選択がさらに2時間かかる。で、しかも、なんなら料理とか覚えてないだろうから、料理とかまずかったりする。水字選択の中でも、その、料理が嫌だとか、そんなの仕事疲れてできないっていう場合は、 外食することになる。外食になれば、1日1000円。1ヶ月20日間働くとして2万円。わかる。水眠、洗濯、通勤で4時間、パンパンに満員電車揺られて4時間、毎日4時間が増える。えー、20日間働くとして80時間、そういう時間が必要になって、で、家賃で5万円増えて、で、外食するから2万円さらに増えて、で、都会って何でもあるからって言うけど、じゃあさ、 一ヶ月のうち、都会じゃないとダメだったことってどれくらいある田舎だったら、特に今アマゾンがあるから、俺ね、買いたいなと思ってて、買えないものってほとんどなかったよ。はっきり言うけど。全然ない。うん。いや、遊びに行くところがあって、漫画喫茶あるよ。映画館あるよ。ビリヤードダーツできるよ。うさちゃんおるよ。タマカフェに全部。で、好きなもの食って好きなもの飲めるよ。タマカフェに全部ある俺は。なんでもある。 俺漫画好きだったから、ウェブタ玉予備校のところにも映画、シアタールームと、えー、漫画喫茶状態を作ってた。漫画の代金とシアタールーム合わせて20万ぐらいかな。でも20万って言ったら、ボーナス半分とかで買えるわけ。学校の先生の時40万ぐらいボーナス来てたから。で、それが年2回ぐらいあるのかなうん。だから、ボーナス半分とかでさ、すぐ叶うんだよ。漫画喫茶とか映画館でいいんだったらさ。だから、 都会に行って、10万給料が高いからって、本当にそれがいいのかいってなるわけよ。プラス2時間の毎日のぎゅうぎゅう詰めの満員電車で、みたいな。で、飲み会もある。ね。飲み会も、まあ、週に1回ぐらいは、俺はやってた。週に1回の飲み会も田舎と都会じゃ全然お金が変わるわけ。めちゃくちゃ変わる。田舎だとね、えっと、車が使えるんだよ。で、俺は、えっ車、飲まないから、運転手をするわけ。 都会だとそういうわけにいかないでしょ。みんなで電車で行って、みんなで帰るっていうスタイルだから、こう、結局、もうその、必ず電車、電車がなければタクシーってなってくるわけ。めっちゃ金かかってくる。で、飲み屋も高い。田舎だと、車で行ったりもするから、から車出せる俺とかすごい重宝されるわけ。あ、いいよいいよ、今日車出してくれるから半分だけでいいよとかさ。もうなんならお前の分はみんなで割り金出すわとか言ってくれて、ただで飲み会行けたりする。でもこれが週に1回だったとしたは、月4回。いや、それちょっと多いよって、月1回だったとしても、それが年12回あるわけでしょ。そんなに変わるわけだよ。 だから、本当に都会に行くことが大事なのかどうかを、その、給料が10万高いから、都会が素晴らしいのか、そっちの方が勝ち組なのかって思っててほしい。そんなんよりも、例えば今、玉先生のとこのジェットスター、今度ね、えっ、ー、と、俺は大阪にも行く。東京、えっ、ー、と、来月末が東京行きます。東京と、えっ、ー、と、関東と、えっ、ー、と、東北、仕事でね、行く。で、えー、その後、えー、6月末が福岡、大阪。で、えっ、ー、と、7月頭が東京。 で、8月が、えー、北陸と東北。と、関西。えー、もしかすると、えー、東海も行くかもしんない。うん。けど、例えば、その、大阪行くときの往復 ?4000 円なんだよ。わかる往復 ?4000 円だよ。よくない <laughs> ジェットスターってば、バキバキに安いね。あの、飛行機が飛んでるの。えーって、安い飛行機なんか大丈夫だなと思うかもしんないじゃん。でもね、飛行機なんか1時間乗ってるだけだから、その、座り心地、乗り心地はそんな、そんなでもないよ。そもそもね、よく、アナとかジャルの方が高い。で、ジェットスターとかピーチは安い。けど、 最近出てきてるじゃん、ピーチとかジェットスターって。だからね、椅子新しいんだよね。俺ね、アナによく乗ってたんだけど、アナの椅子よりも俺は良かったよ、ジェットスターの方が。アナの椅子古かったもん、すごい。乗り心地だからあんまり気にし、なんなかったな、なんか。どうせ1時間だし。もうね、乗り物用意するから寝るし。酔い止めの薬ガンガン飲んで。東京でも2時間で寝。寝るし。寝て起きたらついてるし。その間の乗り心地とか席の幅とか関係ないよ。だったらさ、田舎でちょっと1、2万貯めて、 どうしても遊び行きたいときに、東京とかさ、大阪とか行ったらいいじゃん。それで困らないよ。浜先生のいる熊本だったら、なんも、なんでもって言ったら博多に行けば何でもあるから。ほとんど。ないものってあるかねって思うよ。もちろんさ、そこにしかないものってあるよ。東京ディズニーランドとかさ、USJ とかさ。東京ディズニーランドめっちゃ行きやすいから、熊本からジェットスターに乗ったら飛行機2時間ブーって行ったらさ、そのまま、成田空港からちょっと行けばディズニーランドだから。 でせっかく行くんだからさ、一泊二日とかで楽しんだらいいじゃん。ね東京いるから、東京には東京ディズニーランドがあるからって言うけどさ、年何回行くんだよ。本当に東京に住んでないといけないのそんなわけじゃないでしょ。東京都民しか行けないわけじゃないでしょ。だってそもそもあれ千葉だしさ。田舎でお金使わずに生きて、だからその、なんていうのかな、お金を、お金ってどうやったら貯まるのかって、まあ、その前半の話でもあった通り、入ってくるよりも出る量が少なければお金って貯まるんだよ。 都会だから貯まる。田舎だから貯まらないじゃないの。都会で、わかる都会で30万稼いで30万出したら、お金って貯まらないの。都会で30万稼ぎつつ29万使ってたら1万円貯まるわけ。でもそれ、田舎で20万稼ぎつつ19万使わしか使わなかったら、田舎でもちゃんと1万貯まるんだよ。都会だから何万円貯まる。田舎だから何万円しか貯まらないとかないの。わかる入ってくる量よりも、出る量が1万円少なければ1万円貯まる。出る量が2万円少なければ2万円貯まるっていうだけ。それはシンプル。日本中どこでも同じルール。 だったら、どっちが貯めやすいのかどっちが出る量を抑えられるのかわかる稼ぐ量よりも出る量を減らす。それがお金を貯めるっていうことなの決戦の、その、ウェブ玉ノウハウの議論なんだけどね。だから、東京の方が、で、どっちをコントロールするのかって、入ってくる量って給料決まってんじゃん。大体みんな就職するんだからさ。そこの月給で入ってくる量って決まるわけ。じゃあ、俺たちが自分で自由にできるのって何かって、出る量を変えれるわけよ。わかる俺たちは、給料は変えられない。どれだけ出ていくかを変えられる。家賃もそうだし、 そう携帯も、ね、スマホにするのか、その今時のそのやつにするのか、今時のやつとか3000円でネット使えるやつがあるじゃん。ネットとか使うやつ。電話あんまできないやつね。ああいうのとかもあるわけ。とかさ、外食どこまでするかとか、自炊するかとか。出る量を俺らは決めれるわけよ。じゃあどうやったら出る量を抑えられるのか、うまく調節できるのか、田舎がいいでしょ、実家がいいでしょって話になるわけ。だから本当に高い給料を求めて入ってくる量を増やそうっていうことで、都会に行くことが正解なのかって言ってるの。家賃高いよ。本当に田舎と比べてみろ、マジで。 でその今まではね、親がやってくれてて当たり前だと思ってた家事、炊事全般をやると思ったら、もしくはやらないとして、えー、洗濯はクリーニング屋さんに。で、炊事はご飯は、えー、と外食するってしたときに、どれだけ変わるのか。で、東京は何でもあるよ、うまいよって言うけど、東京実際ね、お店がどんどん変わるから、美味しい店もあるけど、まずい店もいっぱいあるよ。そしてまずい店もやっていけるんだよ、人がいっぱいいるから。から田舎で、ずっと10年、20年残ってる店の方が俺はうまいと思うけど、正直。 ただその東京とか都会の人たちに喧嘩売るような形になっちゃうけど昔ながらのたこ焼きとか強烈にうまいもんね大阪行ったらわかるけどうまいよ高賀流のたこ焼きはめちゃくちゃうまいあと天王寺のとこにあるたこ焼き屋で昔ながらのおばちゃんがやってんだけどさあそこ俺超大好きだからねうんとかあと俺山形住んでてとにかく山形がめちゃくちゃうまかったんだよラーメンとそば肉そば食ってみ行きたいやつとか住んでるやつがいたら俺が教えてやるからこの店行ってこいってめちゃくちゃうまいからって言う 田舎が悪いと俺は思わない、はっきり言って。ちなみに、今、玉先生が住んでる遊,ぶ遊ぶ小国持ちは、もう本当にもう何でもある、はっきり言って東京よりも明らかに便利だと思う。歩いて30メートルででっかいスーパーがあって、そこに何でも入ってる、100均もある、パン屋もある。で、今度右側に30メートル行くと、コインランドリーとえーコンビニがある。で、もう1丁先にパチンコ屋があって、その先に本屋と銀行と、もう1個また別のコンビニがある。で、スポーツ店もそこにある。 で、そのよえっ、ー、と、出て10メートルのとこに公園があって、で、そこで、めっちゃくちゃ綺麗な星,星空と、ホたルが見れる。で、えっ、ー、と、玉亀のうさちゃんの散歩はその公園でやってます。あと、ソフトボールの練習もその公園でやってます。こんな場所ある東京に。1分歩かなくていいんだよ。5分とか歩かなくていいんだよ、コンビニ。よく、コンビニまでさ、歩いて3分なんだとか言ってさ、逆に言うと、コンビニ以外なんもないでしょ。でっかいスーパーに、いろんな品ぞれの、いろんな商品ある。コンビニに生魚とか売ってないでしょ。 お刺身とか、できるんだよ。居酒屋とかめっちゃ高いじゃん。自分でチャっャゃっちゃって、刺身なんか自分でチャッちャッちゃって切ればすぐできるんだから、あんなの。柵で買ってきてスーパーで。いや、三分の一の値段で、お刺身が毎日食えるんだよ。お肉が、焼肉が、できるんだよ。牛角があって、じゃあ牛角のタレ買ってくればいいじゃん。あ,あるんだから、そのスーパーに、横にすごいのがうちは、ね。で、なんかあった時の郵便局とか、なんかあった時の役場とか、なんかあった時の、<coughs> そういうのとかいっぱいある。だから本当に都会に行かなければ、生きていけないのか、本当に都会が便利なのか。入ってくる量は大きいけど、出ていく量もとっても大きい。そして、じゃあね、え、でも一緒なんだったら都会でもいいじゃんって思うじゃん。ね。例えば、使う量を1万円減らせば1万円貯まるんだったら、それは田舎も都会も一緒と言いました。ね。っていうことは逆に言うと、都会でもいいってことでもあるじゃん。ね。でも、田舎はもっともっと便利な部分がいっぱいあるんだよ。例えば、その、俺がうわ、大変だなと思ったのは、その、やっぱ水を買うわけね。で、毎日2リットルのペットボトルとかがやっぱ、 消費されていくんだけど、あのゴミ捨てとかもさ、車だからめちゃくちゃ運びやすいんだよ。引っ越し業者もいらないの。田舎だから車がないと生きていけないけど、みんな車持ってるから当たり前のように。だからちょっとした荷物は何でも運べる。だから俺、うわー大変だーと思ったのがさ、その都会に行った俺の友達が10リットル分、2リットルのペットボトル、5本分くらいをさ、買っててさ、めっちゃ重そうにその、運んでるわけね。1回じゃないし。だからチャリンコから降りて、おぉとか言いながら、その 10, 10キロのやつを持って、ずーとか言いながら、その何回もね、登っていってたんだけど。それってさ、田舎だったら水道ひねれば美味しい水が出るんだよ。 で、車で運べるのは、もしそういうの買ったとしても。本当に、都会の暮らしの方が、すごいのかどうか。都会を悪く言うわけじゃないけど、冷静に判断をしてほしいっていうわけ。田舎の方が良くないって言われがちだから、都会の悪いところもとりあえず言っとこうと。で、冷静にそのどっちがいいのかを判断してもらいたいなっていうだけさ。出ていく量を抑えるのが、お金を貯めるということ。入ってくる量は、あんまり増えないから。変えられないから、自分では経営者じゃないな。 だから、出ていく量をコントロールするには、都会と田舎とどっちがいいんですかっていう。ところを考えてやってほしい。じゃないとお金ってたまらないよ。さっきも言った通り。お金を貯めるには意思が必要なんだよ。お金を貯めるぞ、お金を増やすぞっていう意思が必要。その意思に合わせて行動しなきゃいけないの。そして入ってくる量は基本的に経営者はケチるから、わざわざ、よし、お前はいい働きしてるから、10万円って言ってたけど、給料勝手に12万に増やしましたとかね。今月、余計に振り込んどいったぞってないから。俺たちができるのは、向こうは必要最低限のお金しか振り込んでこないから、 俺たちが出ていく量をコントロールするしかないの。そこでしかお金を貯めることができないの。そして、後継気不景気の時ちょっと言ったな。お金がたくさん入るってことはそれだけ一生懸命働かなきゃいけなくて忙しい。時間がないってこと。後継気はお金があるけど時間がない。不景気はお金ないけど時間ある。っていうこと。わかるってことはね、ウェブ、これがもうウェブ玉で読んで一番大きいところなんだけど、給料を倍稼いだら、あの、給料を倍稼ぐこと。 と、その、例えば、給料が10万円の人がね、20万円の暮らししたいなーって思った時に、給料を倍稼いで20万円稼ぐようにするのと、10万円を使い方上手にして20万円分楽しむの。どっちも同じ20万円分なんだよね、人生は。人生は20万円分なんだけど、どっちが素晴らしいかって、え、どっちも一緒じゃないのと。20万円分の人生になるんでしょって。倍稼制稼ぐのと、上手に使って、えっと、半分のお金で、その、なんていうかな、楽しめるようにすれば、10万円で20万円分楽しめるようになるでしょ。で、どっちが素晴らしいのかっていうと、 同じじゃないんだよ。同じように20万円分人生を、お金をかけたとして、20万円分の恩恵を受けたとして。それは何でかっていうと、倍稼ぐためには、倍以上とか、まあ少なくとも倍は働かなきゃいけなくなるわけ。わかるだからもっと時間がなくなるんだよ。でも人生って楽しむのには絶対時間がいる。時間とか友達とか。お金だけじゃないんだよね。楽しむのに必要なものが。お金だけあれば楽しめるんだったら別にいいよ。映画とか漫画はそれでいいよ。お金があれば楽しめる。でもね、それだけじゃなくて時間とかがいる。まああれ、映画とかも時間いるよね。やっぱ。漫画読むのも時間かかるし。 やっぱだからお金,でお金だけでいいんだったら別同じなんだけどだから10万円を10万円で20万円分くらい楽しむ。倍楽しめる。1のお金で2楽しめる工夫の方がだって20万円分ってことは20万円分の時間がかかるわけ。それだけ稼ぐ時間が失われるわけ。でも10万円のまんま20万円分楽しむんだったらさ稼ぐ時間は変わらないからさ時間は残ったまんまなんだよ。だから時間,時間は10万円分のまんまお金は20万円分楽しめる。 だから、その、出ていく量のコントロールが人生を面白くするのに、幸せを感じるのに大事なのって話だいや。いかに稼ぐかじゃない。いかに使わずに楽しめるか。人生を決めるのはそっちだぞ。ってなわけで、将来の進路とか、人生を考えるには、ちょっとそっち側の方を意識してやってみて。わからんととか相談した時には、えっと、玉先生にメールくれ。YouTube のコメントには返せない。Twitter のコメントには返せない。基本返せないから。メールくれ。<laughs> ってなわけで、えぇ、ー、ゼニラジオ第4 3回でした。これを、まう、あ、まいこと、なんか、みんなの中でね。 何かを感じながらやってくれたら幸いです。まあ、こういうのの聞いて、こうしようと思いますとか、ああしようと思いますとか、こうなりましたとか、報告とかね、宣言とかあったら、その辺も嬉しいです。その辺のメール待ってるからな。でもメール、まあ、なくてもいいけど。うん、相談とか質問もあれば、またメールもしてください。コメントとかね、ツイッターとか、動画とかはもう返せないけど、まあ、そういうものはそういうもんだと思ってコメントしてくれ。じゃあ、第43回、たまジオでした。ゼニーラジオでした。それじゃまた、お疲れさん。